よし、行くぞ。ずっと登りだよ。よいしょ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 。どうも、聞こえますか。ついに皆さん石川県入りましてですね、石川県は河北郡津幡町でございます。ここから金沢に向けていきますが、金沢はやっぱり人が多いから、この暗い時分に通り過ぎたいもんですね。夜明け前になんとか。金沢までだいたい行ったら70キロぐらい行ったことになるのかな。ああ、辛かった。登りがきつかった。この津幡のこの峠を越えればまたしばらくは平地ですから楽ですよ。点滅信号。この点滅は黄色点滅だ。セグウェイじゃないですよ、このセグウェイで行ってんじゃないよ、これ。誰かミラーしてくれる方募集してます。お願いします。ミラーで6時間延長してやり続ける。この先にポートピア津幡っていうね、なんか協定っぽい場所が、ミニポートピアだったから、協定してんのかよくわからんけど、ミニポートピアってのが何する場所がよくわかんない。足にはコンビニはまだないですね、この先は。しばらくない。まだない。まず国道8号がね、ずっと高架になってるんですね。ずっと野々市ぐらいまでずっと高架になってるから、わしはもちろん下道を行くけどさ、両方8号だから高架なんて行ってらんないから、右がミニポートピア津幡。風がうるさいかもしんない。風がうるさいかもしれん。今下り坂降りてるから、坂降りてますんで。自動枠できないんだってな。やりたいんだけど、私も
か乱したい、わしの未来を込みの権限あげましょうか。スピードじゃ。どんだけ急いどるんじゃ。絶望少女が自動バク取りしてる。いやわしの分かんないけど、どんだけ更新しても直んないんだけどね。どんだけ NME のバージョン更新してもさ、直んないんだけど、このバグっていうか。枠取ろうとしたら一回枠取れずにもう一回取り直さなきゃいけないっていうバグがあるおかげで、自動枠取りしたら一回目枠取れないから自動で取れないんだよね。そう説明しづらいんだけど、ちょっと何が言ってるのか分からないかもしれんけど、一回引かれる、そういう選択肢もある。大変だよな。さあ皆さん、やっと街中にやってきました。こっからもう街です。こっからはもう本当の街中だから、金沢に続く街中、この先はもう白山ぐらいまでずっと街だわ。コストコの近くも通ると思う。多分コストコの近くを通る。金沢のあの白山のコストコ、そこを通るね、この道は。うわ、この分岐は怖いな。自転車で大丈夫か。都会ですよ、それはもう。富山と比べたらだいぶ。富山のあの、総川とかさ、中央通り見たらわかるですよ。わかりますよ。うわ、この道大変だぞ。この分岐はどうやって行く？この分岐怖いな。わし右行かなきゃいけないんだよね、ここ。どこで分岐するんだろう、これ。左行くと7を行っちゃうからさ。あ、ここが分岐か。エクステンドン。それ延長の時だけど。もうでももう意味ないよね。NME が使えなくなるんだから。ここから分岐するしかない、場所は。分岐に成功した。よし、あとは金沢まで一直線だわ。よしよしよし。なんとかここまで無事に。いや、つらかったね、やっぱり。坂がアップダウン激しかったけど、まあそこまで時間かけずに行けたんじゃないですかね。こっからはもう 楽だからね、夜が明けるまでは。なんか合流注意、怖すぎる。合流注意が怖すぎる。こういう合流になる。早く下行きたいんだけど、私8号の下に行きたい。信号あってもいいから。ここはおっとろしいわ。合流合流で。
上から下からやってくるから、いつまにか高速道路とも交わるし、あ、出口がある。ここから出よう。ここから一度外に出ますよ。下道に出ます。下道に行くとね、スーパーとかあるから。スーパー、あのアルプラザがあるね。アルプラザつばた平和道系のやつが。次のチェックポイントどうしようかな。次のチェックポイントテルメ金沢とかにしようかな。よっこいしょ。ここからちょっと下に降ります。私は、え、待てよ、これ下に降りてもう一回上行ってんじゃん。あれ下道なかったっけ。ここわかんねえ。高速行かないよ。自動バクトリーしたいよ、私だってできないんだもん、自動バクトリー。よーし、よしよしよし。うわー、信号横向きじゃん。やだね、信号横向きだよ。バイパスは消してる。だから私もうあの入ってない。もう下道出た、下道に。森の里はちょっ と通らないですね。山川環状になっちゃう。山川環状線入っちゃうから。腰痛い。全然青にならないね、ここ。下道全然信号変わんない。よし、行こう。おー、怖い。ちょっと待てよ、これ上行かないとダメじゃないか。これそこが川があるのか。上行かないとダメ。意味ないじゃん、これ今降りた意味が。せっかく下降りたのに。アホくさい。あ、だだだ。ゆっくり行こう。ゆっくりと。川あるんかな。だからだね。下降りた意味なかったね。何がわかない。たまにこういうのはトラップがあるから気をつけなくて。川に落ちないように気をつけます。GPS 大丈夫ですか。太陽フレアの影響ないですかね。疲れたからそうそう帰る。いや、これ今から帰るのめちゃくちゃしんどいよ、精神的には。精神的にものすごくしんどい。なんかこれ制限速度20キロってなんだ。よいしょ。そっから下に降りたらまた行けんの。あそこは何？つばた。そこから下降りてもいいよね。やっぱ川があるな。なんちゃら大橋とか。つばた大橋。うわー、波川だこれ。結構でかいな、この川。結構でかいな川。休暇線ぐらい。こっから下降りますわ、今度こそ。しばらくは安心だと思うけど。つばた市街方面。もうコンビニあるじゃん、サークル系。
現在地何これ、津幡町どこって書いてあるの。うわー、車両がちょうど変わったわ。あー、くそー、下りなのにもったいない、位置エネルギーがもったいない。よしよしよし、津幡の街中ですね。よく通った道だわ、ここは。飯どうすっかね、タイミングが難しいんだよね。食べると眠くなるから、もう本当に少量、なんかウィダーインゼリーぐらいなの飲みたいぐらい、そんな気持ちだね。ウィダーインゼリーみたいになったら飲みたいかなと思うけど、下道は本当信号多い。位置エネルギー以外言い方ないでしょ、あれだって。スキヤか、まあ最悪スキヤか。石川、あ、金沢に行くとものすごくたくさんのね飲食店があるんですね。金沢に入ると八号沿いって福久あたりからずらーっと、もうイオンあたりから、イオンあたりからずらーっとない飲食店が並び出しますんで、面白いですけれど。さあ、ここからは下、あの8号の下の方の道通るんで真っ暗ですよ。住宅街だね、本当の住宅街、住宅街をずっと行く感じになりますよ。まあ、静かでいいと思います。彼これ何時間だ、6時間くらい行ったのかな。6時間って考えたらあれだね、あの延長枠糸枠分なんだよね。私前あの金沢から出発して6時間で阿波羅まで行ったことあるんだけどさ、めちゃくちゃ疲れたっていう印象だったんだけど、今全然疲れてない、疲れてないというか、ケツは痛いけど疲れが全然ないから、成長したのかどうなのか、どうなんですかね。あの頃で年食ってるはずなんだけど、私どういう意味なのかな、ね、イオン金沢の横の吉野家をやってるかもしれない。あそこか、イオン金沢って右側だよね確かね、 右車線だよ。いや、コンビニでウィダーがいいんだけど、どっちかっつうとだし、米を食うとちょっと、まあでも炭水化物はあった方がいいんだけど、眠くなりたくないからな。飯食うとしたら金沢だな、金沢か白山かな、あの辺で飯食うか。ちょうどその頃に夜が明けそう、明るい時間は配信したくないから、あんまりサンドイッチなら大丈夫そう、そういうもんけ、あんま食わんね、サンドイッチってね。バナナとかいいからね、バナナ。コンビニバナナ売ってるよね、確かね。バナナはすぐエネルギーに変換されていいよね。エネルギーだけでいいもん、欲しい。お、ここ左曲がると津幡駅だ。津幡駅って言うとあれだよね。津幡駅のからちょっと行くと津幡のあの、何だっけ、河北潟、河北潟っていうあの干拓地があるんだけどね、そこでね、あの非常にあの綺麗なあのメタセコイアの並木道があるんですね。津幡駅といったらそれを私は
真っ先におすすめする津幡駅の観光地といえば、うん、あとはまあ新幹線の見える丘公園という公園があるけどね、もうネーミングがそのままの新幹線の見える丘公園というのもあるかな。私ね、津幡駅からね、メタセコイアまで10キロぐらいあってさ、一回歩いて行ったらものすごく時間がかかったことだったな。あれは確か2015年の3月14日かな、あの金沢の北陸新幹線開通した日に、あの同時にですね、あの第三セクターの IR 石川鉄道と愛の風富山鉄道が開通したんでね、その記念としてなんか、あの愛の風、え違うわ、 IR 石川鉄道、つまりあの金沢駅、東金沢駅、森本駅、津幡駅、栗原駅のその5駅に関して、あの途中下車し放題の券が発売されたんですよ。それを買って全部の駅で降りて、そのね周りの観光地を案内する放送っていうのをやったんだよ。その時の津幡駅の案内としてメタセコイア並木道を選んだら10キロも歩いたっていう、そういう話だね。今左側にあのアルプラザ津幡店がある。こんばんは、石川県入りましたよ。もう津幡の街中ある、今走ってる津幡駅の近くだわ。津幡駅まで 600m って書いてある。このアルプラ通ったね。ここ通って行くんだよね。ここ通ってメタセコイアの並木道に行くんだよ。思い出す。バッテリーの容量ちょっと数えたことない。一番いいやつは何万とか言ったかな。もう全然分からんな。古いやつばっかなんだけど、わしのバッテリー。写真をブログに残してほしい。コメント読んでもらうにはお金は払わなくていいですよ。バッテリー4つ持ってきたけど、もう今2つ目使ってるね。1個目はもうポツ。あ、青なってた。1個目はもう死んだから。1個目はものすごく早く死んだから。富山県も全部高架にしちゃえばいいんだよな。石川県は発達してるってのよくわかるよ。これバイパスとしての機能は十分に発揮されてるよ。どうしよう、ちょっと次の休憩場所決めてないんだけどさ、8号沿いで金沢だったらやっぱイオンかね。イオン金沢あたりで一旦休憩するかね。その先全然わかんないからな。まあ、8号沿いはイオン何軒かありますよね。お京塚にもあったし、あともう一個どこかなかったっけ。スマホから PC 表示してニコ生放送枠取ると6時間。いやそれね、試したんだけど、昨日の昼に。でもやっぱね、プツプツになるんですね、どうしても。やってみたんだけど、で延長できることも分かったんだけど、どうしてもブツブツになるから配信にならんということで、もうやっぱこの30分おきで NME 撮るのが一番だったなったんだよ。新配信だからブツブツになっちゃうんだよ、これが痛い。これはダメなんだよ。最寄りのイオンまであと何キロ。いやイオン金沢までだったら10キロぐらいじゃないの。10キロもっとあるかな。森本越えてくんか。森本の前にあるんだっけ。いや森本なんて寄らないわ。8号だから森本関係ないわ。
どこになるんだろう。21時前に終わっちゃうのこれ、もしかして今のペースだと。それはちょっとあんまりよろしくないんだけど、21時ちょうどぐらいに着くのが一番いいんだけど、まあ8時半頃に着くのが一番だね。8時半ぐらいに着きたいんだけど、私それが希望なんだ。食品売り場閉まってるか。あそこ24時間じゃないんだ、イオン金沢は。目的地は一応福井駅にしてあるんだけど、あのでも本当のあれはあの福井駅を目的地にしてどこまで行けるかっていうのがある、うん、福井駅が目的地にしてどこまであの行けるかっていうレースだから、まあ、レースってわし一人しかやってないけど。あ、このところにセコムがある。セコム北陸株式会社、こんなとこにあるんだ。セコム福井に自転車を置いて、いやそのさ、あの終電があるじゃん、21時15分発にあの金沢行きの北陸本線の終電がどこ発なのかが気になるけど、福井発じゃなくてさらに奥発、さらに向こう発だったらまだ行けなくもないけどさ、その先に9時、それが福井発なのか、それともどっか、まあちょっとさすがにちょっと敦賀までは行けないけど、どこ発なんだろうなと思って。うわ、満月がいいですね。満月がよく考えておりますわ。21時15分に福井を出て金沢に行く、金沢方面に行く、汽車があると思うんですけども、もう石川県入りました。そうですね、河北市役所、河北市役所、確かに河北市が最近やらかしましたけども、でも河北市はあれだよ、全然方向が違うわ。能登半島方面に行かなきゃダメだ。わしも加賀方面向かっちゃってる。まあ、福井発なんだ。じゃあ福井だな。福井から先は行くと帰れなくなるもん。ああ、これぐらいの気温が一番いいね。20度前後が過ごしやすいわ。で、今日も多分ね、そんな昼間も気温上がらないような気がするんだけど、最近は寝ててもちょっと寒く感じるぐらいだし、一番いい時期かもしれないね。まあ、ウォーキングするならもっと後がいいかもしれない。自転車はこれぐらいの季節がいいか。サバエ行ってメガネフレームは新調しません。サバエはだいぶ距離あるでしょ、福井から。距離ないの？サバエと福井ってどれぐらい離れてるんだろう。サバエとか竹富の方とか、あの辺で別に降りたことないからさ、よく汽車で通るけど、大阪方面行く時必ず通るけど、サバエはメガネのフレームで竹富は人形が有名だけどね、見たことないんで現場を。これってもしかしてさ、川北も通るのかな。川北のプラントツリー通るかな、ちょうど8号線だと。川北のプラントツリーで手取り川通ってって感じか。まあまだ川北のプラントツリーって、これはまだかプラントツリー開いてないと思うが、ちょっと上りかも。ここはちょっと上りが入ったわ。今上りに入った。